はい、どうもこんにちは。オックスタジオの新平です。今回は新しい仲間が加わったということで、その紹介をしていきたいと思います。私新平、四国で一番売れているお出汁安丸出汁の公式アンバサダーに任命されていて、日頃から大変お世話になっております。いつもありがとうございます。そんな私にですね、安丸出汁に引き続き新しい仲間が加わることになりました。それがこちらです。伊能味噌さんの商品、伊予の味噌でございます。はい、ということで安丸出汁に引き続きこちらのお味噌の方の紹介もさせていただきたいなと思っております。で、伊能味噌さんの伊予の味噌、どういう商品なのかと申しますと、1953年に創業した味噌メーカー伊能味噌は、愛媛県では歴史知名度ともに名高いお味噌屋さんです。甘めの味噌が特徴の麦味噌が有名です。今回伊能味噌とタッグを組んで PR をしていく運びになりました。伊能味噌の商品も安丸出汁と合わせて PR していただけないでしょうか、ということで、いつもお世話になっている安丸出汁さんからご依頼をいただいたという次第でございます。ね、四国の方ではね、愛媛県ではかなり有名な、お味噌屋さんということで、まあ、僕はですね、やっぱり日本人に生まれて味噌というのは非常に大好きでございます。やっぱり味噌ってね、まあ、そもそも体にいいものなので、やっぱ積極的に、まあ、取っていくべきものなんですけれども、まあ、どうしてもね、一人暮らしとかしていたらなかなかね、こう食べる機会がないようなものじゃないかなというふうに思います。そんな一人暮らしで頑張っている私に、まあ、最高の仲間がまた増えたということで、これからはね、安丸出汁と伊予の味噌を使って、まあ、料理動画をたくさん撮っていきたいと思います。この商品って麦味噌になるんですよね。わかるかな、ちょっとね、こう麦が入っている商品になるんですよね。僕普通のお味噌を食べていたんですけれども、まあ、麦の味噌ってあんまり食べ慣れてないかもしれないです。なので非常にいい機会だと僕は思いました。ね、この麦味噌、まあ、ちょっと甘めの麦味噌を使って、まあ、いろんな料理、まあ、例えば鶏肉料理とかね、味噌煮込みとかね、そういう煮込み系の、まあ、料理もたくさん作れるんじゃないかなと思ってます。いや、いいですね。こうお出汁に加わってお味噌もいただいたので、ちょっと料理の幅がかなり増えるんじゃないかなと思っていて、非常に楽しみでございます。ということで、新しい仲間が加わったという紹介でございました。これからもね、素敵な、まあ、料理動画いっぱい上げていこうと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。